はい、エディットの大重ね検証です。2代目の柿崎が、34歳で引退を表明。36歳になったら3代目が合流するはずだったけど、この場合どうなるんだろうね。当然、エディットがいなくなったから、翌年に新しく作るイベントが発生。でもここで新しく作ってしまうと、3代目のフラグが消えてしまうので、ここで家を選んでおきます。すると、柿崎からのメールが、ちゃんと3代目のフラグが残ってるってことだね。さらに来年まで進めてみると。はい、3代目エディットのイニータが無事に合流。これで検証が続けられるね。イニータいます。よろしくお願います。うむ、待ってたぞイニータ。そんじゃお前の能力を検証していくね。おふ、光栄です。一つ気を超えてみせますぞ。よしよし、そんじゃまずは、今現在の能力値を見てみようね。確か先代の20歳時点の能力が、そのまま初期値になるんだっけ。うん、やっぱそうだね。すでに相当強いもんね。もう世界レベルで完全に戦える実力です。早速スタメンで使ってや。ふむ、そうしたいとこだが、問題は、伸びしろなのよね。この後の留学で、果たしてどこまで伸びてくれるのやら。ちなみに合流時点のイニータのポイントが、413でした。せめて500前後までは伸びてほしいが、さてさて。約1年ほど育成して、AC 仮に2年間の留学ね。キーパーに適した留学先だから、それなりに伸びり、成功へ。OK。どうしてもということですね、わかりましたが、やはり不安な気持ちがかなりありますね。いいから行ってこい。そして2年後。ただいま帰りました。AC 仮での練習の成果を一日も早くお見せしたいです。行かせていただきありがとうございました。お帰りイニータ、早速伸びを確認ね。全然伸びてねえ。マジかよ、オフェンスがちょっと伸びてるだけで、肝心のディフェンスとフィジカル、シスタクも、全く伸びてないぞ。なんとなく予想はしてたけど、やっぱり、伸びしろは増えてないんだね。せめて、世界屈指までは行ってほしかったぜ。ちなみに今のポイントは、424。合流時とほぼ変わってないね。500前後なんて、無理だったね。というわけで、2代目と3代目の能力値を比べてみるね。まずは2代目の柿崎。キーパーの個人練習の7項目が、だいたいこんな感じでした。そして3代目のイニータ。彼の能力値が、こんな感じ。フィード力だけ1段階上がってるけど、まあほぼ変わってないね。さすがに2つ3つは、変わってて欲しかったよ。そんでこれがフィジカルね。こっちは全く変わってねえ、全く変わってねえんだ。それでも世界で完全に戦えるよ、スタメンで使ってや。っていうか、全く変わってないのって、やっぱりショックだったね。16年も待ってこれだもんね、ハフー。というわけで、今回の検証の結果は、こうなりました。何年も待たされる割には、効果は全然期待できないってことだね。セガよ、これはちょっとひどいぞ。もっと意味のあるイベントにしてほしかったぜ。大幅に素質をアップしてくれてれば、台を重ねるのも楽しめたろうに。惜しいね。もし次のサカツクを出してくれるのなら、そこら辺も修正してくれると嬉しいな。じゃあの、